ても残念なことにコロナの陽性反応が出てしまい、しばらくお休みすることになってしまいました。あー、すごくショックです。みんなが楽しみにしてくれてたものとかも梶島は行けなかったりするから、とても悔しいです。今すごい大事な時期だからこそ悔しい気持ちでいっぱいなんですが、ショールームは毎日やります。経過も全部ここで言いますし、SNS でいっぱいアップが日記を宣伝しますので、今私はできることを全力で尽くしたいと思っております。でもまずは体調を直して元気になってからいろいろ頑張ってやりたいなって思っているので、しばらくはラジオ配信になっちゃう気がします。でも心はすごく元気で、でもそう、みんなに伝えたい思いみたいなのがやっぱりあったりするので、それは隠さず言いたいなとは思っております。みんなの気持ちもあるから、それを少しでもなんかねできたらいいなって思うんですけど、やっぱこうメンバーとかが本当に今はしょうがないよとか、まずは元気にねって言ってくれるのが本当に逆に心に染みてしまうというか、きっとみんなが一番どこにもぶつけられない感情があるだろうに、それでもメンバー第一みたいな感じの連絡が来るのがすごく、私はこの人たちのためにこれからも頑張りたいなと思います。すごく熱はまだあるんですけど、さっき昨日よりは下がってて、昨日はもうマジで死ぬかと思いましたね。でも今日はそんなにない。あるのかな、どうなんだ、測ってみよう。でも私はみんなに会いたかった。優しい、みんなに会いたいんだ。ほら、優しいコメントがいっぱいあって嬉しいよ。声ガサガサやね。鼻水がすごく出るんです。全然そうね、こっから咳と喉が来るんでしょ。やだ、大丈夫。全然元気。ポテト食べましたよ私。みんなに会いたかったし、今のニキを見てほしかった。まないですね、熱はないなないんですけど、そうだね。そう、保有ちょっとできなくて、このままだと保有ができなそうなので、ちょっと別日に振り返させてもらいたいなって思ってます。大切な日、今日2期に開けといてくれた人もいたかと思うから、悲しかった一日で終わってほしくないなって思ったけど、ここまで何もできないとなると
申し訳ない、いや悔しいです。普通だったら中止やったら、じゃあ家でライブしようとかできたけど、今日はできないね、ピエンだ。だから私はいっぱい YouTube 見てほしい。 YouTube 見て、さっきナツメグの MV とか私見てたんですけど、めっちゃ涙出そうになった、涙。ナツメグ、あとめっちゃ昔の YouTube 見てて、ショートカットに片思いのソロで歌ってるやつを見ました。先輩のソロ曲なんですけど、あの日もメンバーの体調があんまり良くなくって、急遽あのソロで朝歌えるって言われて、歌わせてくださいって言って歌ったんだよね。その時をすごく思い出して、あ、改めて見たんだよ YouTube。ね、私ソロってまるまる歌ったことあんまりなかったから、そう、歌ったことがすごく心に残ってたので、さっき見たりしました。 YouTube おすすめ。あと何見たかな、あ、今日スターリーウィンクの配信リリース、今日スターリーウィンクです。スターリーウィンクです、見て聞いてください。あとなんだろう、すごいいろいろ、意外とアプガニキの動画ってあるからね。そうそう、ほんでね、アジスティックライブのね締め切りが29日なんですよ。29日、坂井さんありがとうね、それ食べるわ。カジスティックライブのチケットがうんまり売る、みんな忘れてるでしょあれ、カジスティックライブチケット待ってます29日、ああ、うちもっと告知するつもりだったんだけどそんなにできなそう、どうしようみんな助けてみんな片付けちょっと笑っちゃった、みんなに助け求めてどうするんだって。ガジスティックライブのチケット告知がしたいのにあんまりできなくて困った、ソロライブだから一人しかいないのに告知が
あとは千葉も、千葉のライブ4月10日千葉あと、あ、フォーユーが始まっちゃうんだっけ、やばい、うー、これは困った。そうじゃん、私、半からだよね、半から、生きてます。うー、ライブしたいよ。スターリーウィンク、いっぱい練習したのに、待ってスターリーウィンクですよ、本当にマジで待ってくれよ、いやマジで待ってよ、アゴガールの待ってた時まだ遠くてっつってね、いやマジじゃん、いやマジうちのためかな、スターリーウィンク、手を伸ばして背伸びしたってで近づけずに数が指先っつってね、マジじゃん、ちょっとみんな待っててくれるん、ありがとう、極力、うん、あー、どうか皆さんが気持ちをまた笑顔に持っていけるように頑張ります。うん、ふう、みんなも体調大事やね、うん、悔しいね、悔しいな、やっぱり悔しいな、なんで今なんだ本当に。でもさ、私かかった経路が全く分かってなくて、本当にどこでどうなるか分かんないんだよなって思った。うん。な。そうだな。ね、家にいたのにね、濃厚接触で家にいたから。よし、仕事始まったって気合い入れたらこうなった。困ったな。なんだったんだ。うん。そうな。私が今できることを全力でやります。みんなどうかアップが2期を待っていてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた明日、私も明日は元気になってそうですね、今日ここまで元気だったら。そうですね、それでは皆さん For You の方もよろしくお願いいたします。それでは、手を拝借、せーの、
以上です。またね。